それではね、こちらイタリア製の生地になります。ジャガード織りの、ウールコンの、スライバーニットになります。で、この生地なんですけども、スワニーでもね、おすすめカテゴリーとしてね、紹介しているカルダンニットシリーズになります。で、カルダンニットのね、特徴なんですけど、まずね、すごく軽い。で、あったかいんですよね。はい。で、機能性がいいのに、こういってね、こう素材感とかデザイン性にもね、優れてます。で、プラス何より、縫製もね、しやすいということで、すごくね、クオリティのね、高いバランスの取れた生地になってますので、ぜひ参考にしてみてください。はい。じゃ、まずね、この生地の特徴なんですけども、ウールがね、こう入ってるので、ウールの素材感をね、まず楽しめます。で、こうひし形状にね、こうバイアス状のね、こうチェック柄になってるんですけども、それがね、織りでこうやってね、表現されてるんですよね。ちょっとまず、ごめんなさい。じゃあ全体から見ていきましょう。こんな感じですね。はい。で、これをちょっとね、接写で見ていきましょう。こんな感じでね、結構ね、素材感、出てるんじゃないかなと思います。はい。で、色もフォググリーンって言って、すごくね、こうグリーンとグレーを足したようなね、すごくこういい色なんですよね。明るすぎず暗すぎずで、またね、このウールの素材感ともこう馴染んでですね、色味もね、すごくね、魅力的なんじゃないかなと思います。はい。それではね、生地の、質感なんですけども、厚みがですね、程よい肉感というかね、割とこうしっかり感はね、ありますね。はい。なんですけども、すごくね、こう軽くて柔らかいので、ストレスフリーでね、こう着ることができるんじゃないかなと思います。イメージで言うとね、セーターのような感じですかね。で、セーターよりももっとね、こう軽やかなね、感じですね。厚みがあるんだけど、すごくね、軽やかな質感ですね。で、柔らかさもね、こうやってありますのでね、ぜひ参考にしてみてください。作品のイメージはね、やっぱりこうセーター風のプルオーバーとかね、ワンピースなんかもね、意外といいんじゃないかなと思います。はい。で、プラス、軽くね、羽織るジャケットとかね、コートのアウター系にもね、すごくね、向いてると思いますね。ぜひ参考にしてみてください。一応ドレープなんかも見てみましょう。こんな感じですね。はい。割とね、シンプルなデザインでもね、すごくね、生地自体のね、デザインがいいので、作品をね、引き立たせてくれるんじゃないかなと思います。はい。で、最後に生地幅ですね。これね、140センチありますので、余尺余裕を持って使っていただけるタイプとなっております。はい。以上になります。作品のご紹介をいたします。カーディガン風のね、ジャケットを作ってみました。ニットの生地なのでね、とてもね、着やすいんじゃないかと思います。こちらね、お袖がドルマンスリーブになっておりまして、身頃と袖が一体型につながっちゃってるので、難しいね、袖付けもなくて、袖下から脇を縫うだけでお袖ができちゃう、簡単でね、嬉しいデザインになっております。作りやすいですよね。で、そして、襟元もですね、首からちょっと立ち上がる感じの襟がね、おしゃれなタイプになっております。で、ノーカラーで、ずっと丸くね、裾までつながっていますので、裾とかこの辺も軽い印象でね、着ることができるジャケットになっております。でね、ワンボタンでね、1個のボタンっていうのもまたアクセントになるんじゃないかなと思います。ね、こちら生地もね、ポコポコとしてね、とてもね、可愛らしく温かみのある生地なんですよね。なので、そういった生地を生かしてもシンプルなデザインで作ってみました。ね、ベストとかこうしたね、ジャケットとかカーディガン風のものとかね、作りやすいんじゃないかと思います。是非ね、冬を楽しみながら作っていただけたらと思います。